おはようございます。ここには番号書いてないか。ここの手前でほら開いてんじゃん、肉。ここに肉があんのよ。松尾さんは隣か。ああ、じゃあ真ん中を失礼して。いや、ここね、穴場なんよ。ブブブとかからくりとかって奥にあって、荒いのがここにいんのよ。肉だけ狙ってた。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてタイガです。はい、ということで本日は2023年の10月19日ということでやってまいりました。群馬県にございますビッグマーチ高崎大八木店ということで、もう何度目かになりますが、前回来た時は皆さん動画ご覧いただいたと思います。バルブレイブで私が初めて六角が出たというところですね。で、あの時6台あったんですが、なぜか1台減りまして、本日、5台というところだったんですが、土平日にもかかわらず抽選並びが200名オーバーということで、私の番号は130番ぐらい。まあもちろんバルブレイブは取れないんですが、キン肉マンを、まあ結論から言うと取ったんですが、キン肉マンで隣にすでに座ってる人がいて、聞いたら彼は7番だったと。7番でバルブレイブが座れなかったと。ちょうど数日前にその六角の動画が上がったんで、まあまああの動画見て意識高まってる人はね。ということで、キン肉マン前回打った時もそうですけど、まあ公約数えつつね、設定判別それなりに効くと思うんでやりつつ、まずルールとしてね、キン肉マンはまあ5万円までは絶対入れるって決めてるんですが、まあその時点で設定ありそうなら続行、なさそうなら撤退なんですが、まあ SP モードっていうね、結局まあ見えない汚れ的なものがあるんで、まあそれが近いのなんのって、まあしょっちゅう示唆するんですけど、場合によってはもちろん5万円でやめるにやめれないもあるんで、できればね、そこまでいかずに1万円ぐらいでピャッていって、バーンっていって、バーンっつって1万、まあ、7000枚ぐらい出ればいいかなっていう感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでいきましょう。肉、まあ、前回もね、設定判別解析が出たんで、弱霊薬とかその辺を意識して打ったんですが、まあ前回は多分設定なかったかなっていうところで、でもまあ弾は出たんでね、金は入るけど、だからもうまずいつも通りですね、肉打つ以上5万円までは文句は言わずに入れますよと。単発か、厳しいね。3万円使って単発。東京とかなんだろうね。あ、来た。次回開放だっけなこれ。はいはいはい。これで今ちょうど10万、これで今ちょうど10万なんで、まあ天井まで多分行くんで、だ12万だね。だ6000枚で一旦トントン。ブリブリの設定1だと思ったら設定2以上が出てる。よし、いくぞー。11万4千円強チェ。ここじゃまだ早かった。こっから強チェ、強チェ、強チェ。チャンス目、悪魔の力を思い知れ。3セット以内にバファローマンなんで、そりゃそうだ。じゃあやっぱバファローマン SP だね。まあ1セット目で来るでしょう。このレバーで継続抽選かな、わかんないけど、赤タイトルだったら確定ね。7以上だから。ああ、プリケツマン、あ、いない、確定しない。強制チャンス目、強制チャンス目。バッファローマン来ない、この後か。ここで来るんだね、はい、やばい、やばい。ああ、うわっ、うわ、力、よーし、まくるぞー。11万4000円
これ爆乗せ、いやだからこれ爆乗せして最初の初期枚数増やして、これあの最初の上位を初期枚数をめっちゃ持たないといけないから、これ速攻で終わってお散歩になったら終わりだから、ストックいっぱい持ってると全て持ち越しで、最初初期枚数500枚ぐらいで始められれば、そこからパワー揃いのなんか偉いやハリケーンミキサーとかあれで、要は有力感ギリまで、要は最初の上位でもう本当に完走まで行きたいわけよ。敵キャラ最後、あーオッケーオッケーオッケー、レーク演出でリプレイで5000継続イコールかけ、まあそりゃそうだ、これをだから外すのガイモンしかいないんだって。よし、さあこっから、あ、早っ。さあ何枚持ちですか、何枚持ちですか、350か、5個はあったから、うん、まあ100人、まあだからまあ大したあれじゃない。やべー、故障を残したままなんとか進めてえな。いいよミキサー、あー来ない。4000枚ぐらい飲んねえかな。からの、うわ、からのないんかい。保証使っちゃう、やばいやばい。よし、でもこれまだ分かんないな。ストックを頼む。よし、あーこっちか、いやオッケー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 、でかい。よしよし、さあミキサー、よし来たー、来た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 、75パーループ75パーループ、こうなればオッケー。よし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 、いけ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 、帰ってこい、俺の金帰ってこい。よし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 、帰ってこい、全部帰ってこい。よし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 、あーん、あーくそ、まあ自己記録自己記録。よしよしよし、もう一回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 、あー来ない、あー惜しい。ずつね、まあまあそういう台だからね、無限にはならんのよ。うわ、あ、これでもさすがに安すぎるから、うわここで、いやここ安すぎるから、うん、ここまで行ったのに110ってありえないから、もともと決まってて、で今のチェリーはようわからん。ダリー、ここで終わんのか。これ有力感この台どうなんだろうな、切るのかな、サマイこれマイナスの状態で有力感切るか切らないか分かんない、多分切らないかな、まあいいわ。レーク引かないといけない、熱い、あー 58%、 よし、ただ結局ここでもう一回引かないといけないね。引けよ。引くか、ダメだ、一戦負けはダメよ。ダメー、レーク。あー、テリマン、熱い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 。いやー、チャンスベルいた。頼む、このチャンスベル。よし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 、青はほぼ勝ってる。あと一個、あと一個なんだけど。レーク。これは大丈夫か。あ、なんか弱攻撃だった今。あと1回、あと1回、あと1回。味方、味方、味方、味方。
よし、初めて見た力、初めて見た。ああ、これあのチャンスベル効いてるか。ああ、ここで引いて、なるほど、それか、わからん。これはだからあれよ、ビビンバだよ。まあまあ、このセットの勝利確定か、もしくはもうこれ自体、まあまあこれ勝てばもう、よし帰ってきた。でけえでけえ。まくれるまくれるまくれる。わかるよ、スロット当たるものを11万4千円入れて10万返ってきた、それはもはや勝ちなんや。でも違うな、こんな、うわー、最初がマジ肝心だから。この100枚でマジで保証使って、前俺200枚で終わらしてるから、これ頼む、マジで取ってろ、やばいって、取ってろ、さっきのスイカ取ってない、やばい、これはまずいって。いや、こんなんで終わってたら、今日やけにバーが揃わねえな。食べ、おい、よー、頼む、うっ、もう無理だってそれは。300枚しか取ってないよ。チェリー、これはいってる、言ってるだろ。よし、耐えた。起伏。味方 OK。ここでレーク、レーク。味方。いやー、やばい。今プッシュは俺来たけど、いやこれ行ったらもうその時点で勝ちなんよ多分。プッシュはおそらくね。いやー、どうなんだこれ、ダメか。引け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 。いや味方だよこれ、もしかして有力感切ってないからちょっと優遇されてる可能性、知らんけど。ダメだ、そういう考え良くない。負けるときは負けんだから。よしよしよし、これ、ま、あ、ダメか、普通の攻撃か。ダメだ、プッシュボタン出ないから。ああ、いや、ラストラストラスト、頼む、ビビンバビビンバ、やめろよ、やめろ、ラスト赤かー、えっ、何も引いてねえのに、何も引いてねえのに。いや、なんかもしかしたらあるかもわからん。しかもこれがまあ設定によるものの可能性も、例えばカラクリサーカスとかあるし。ラスト4ゲームから帰ってきた。いや、ダメよ、でもマジ最初が肝心だから。使った。どんだけ揃わねえんだよ。頼む頼む。でも一瞬光ったか。よし、もうバー100ゲーム以上揃ってねえよ。なんでだよ、なんでだよ。
いい加減、なんでやっとだよ、ふざけんなよ、来いよ、じゃあ来い来い、来ない、やばいよ、もう無理だって、そんなに戻すの、もう本当に無理だよこれ、最初が無理すぎる、ああ、あのね、 58% だよ、強くないこの煽り、見たことない煽り、うわもう最悪だ、まあいい切り替えよ、引いてる引いてる、でもさっき外した時と同じか、もう一回、弱い、これで続け、もうなんで 58% だろ、まだ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 、まずいよ、終わったー、投資5244枚、回収5455枚、買っとるやないかい、いやーもっといけたけど、まあしょうがない、この台はとりあえずやめて、5455枚、まあ結局何してたんかようわからんけど、まあまあいいや、で弱霊域152回なんで 36.08 分の1なんで、設定4と5の間なんだよね、まあ4寄りだけど、で2以上が出てるっていうところで、ってなるともう A 点しか行かなかったけど、モード A から動かなかったけど、まあ、これはもうよもやの設定4ぐらいある可能性がある、推定4ってことにするしかないよね、嫌だけど、しかも勝ってるでしょ、勝ってるってことは機械割りもプラスだし、で2以上で公約が4以上あって勝ってるっていう、まあ、全部考えた時に、まあ、通常時のモードとか全く解析出てないし、でしかも右の台がアタック2回目入ったのよ、人変わってってことを考えたら、ちょっと設定あるかもしれないってことを考えたら、この台の推定設定は4ということで、店内状況を見て、まあもしいい台があったらまだ行くけどね、ああとりあえずこいつは終わりますということで、午後5時時点の店内状況を一旦見ましょう。一番気になるのがバルブレイブですね、もう抽選5番以内の人で5台が埋まったという、はい、ちょっとグラフが見れないんでね、ミミズかどうかが分かんないんですけど、この台は一応2000枚近くは出てると、でこの台も 札が刺さってるんで、まあ、2000枚は最盛期では出てる、で内角にがこれ5000枚出てますね、はい、であとは乙女の角にが2700枚ぐらいかな、であとはこの辺は札は刺さってるね、あにゃんこが4000枚と、わこれ銭形が8000枚ですね、8000枚、2000枚、4000枚と銭形はやってますね。あとまあ 6.5 もちょっと見てみますか。カバネリね、どの台か分かんないけど六角が出たとは聞いたんですよ。あ、この延々すごいね、3000枚ぐらい出てる、ちょっと打ってるんでね、まだもちろん人が、でここが固まって出てるね、2000枚と、これ打ち方が4000枚超えてますね、並びで結構入ってんのかな、ここも分かんないけどね、設定まではとりあえず弾は出てる、角も3000枚ぐらい出てるし、北斗は初当たり確率が、あこの台すごっ、14回で初当たりがカウンター上で210分の1なんで、もう6ありそうですね、5000枚出てるし、でバイオ RE2 のこれ真ん中らへん、内角にかが2000枚、あ傷だ、傷物語が2000、1個飛んで2000だね、あ札が追いついてないだけど、これ内角には、あ角には3000枚出てますね、まあそんな感じでメインどころを筆頭にいいんじゃないですか。バルブレイブがね、まあまあ角はドライブ、みんな多分超が伸びてないんですよね、ただほとんど人変わらずでやってるんで、ということでビッグマーチ高崎大八木店での収録終了ということで、まあ、抽選激割れですね、130番で、まあ、筋肉マンかグランベルムかっていう、まあ、島津を見る限り筋肉マンが3台中2台空いてたんで、まあ、真ん中に着席し、これはもうひどい戦いでした、はい、初当たりが7回、
ずっとモード A から動きませんでした。天井200、天井、天井、100、天井、天井ということで、最後7回目の初当たり取った時点で投資が114,000円で、まあその2個前ぐらいからですね、バッファローマン SP の煽りが来てたんで、まあもうあと1回と思ってバッファローマン、まあ、出てきまして、まさかの突破、そして上位まで持ってって一撃5400枚、はい、ということで無事まくりました。ありがとうございます。はい、投資枚数5244枚で回収が5450枚ぐらいなんで、まあ本当に200枚ぐらいですけど、1回目の上位結構伸びて、その後2回戻したのに200枚300枚で終わったって、ここですよね。戻すのが大変な台で、ただもちろん戻してからもね、最初にね200枚ぐらいあってあればなんとかつながるんですけど、結局バー揃いが終盤全く引けず、なんとかレア役で持ってっていうところで、結果的にまあまくったのはいいんですけど、恐ろしいことに最後の初当たりの時に設定2以上が出まして、でかつ子役も5000ゲーム弱回して最終的に 36.08/1 っていうね、弱レア役合算ですね。ということは設定1が 38.3、 まあまあ2以上出てるんで、で2が 37.6 で4が 36.6、 まあほんと微差なんですけど、で5が 35/1 なんで、4と5の間の4よりで2以上出ててっていうことを考えると、まあ2か4かなっていう、もちろん5か6の可能性もあるっちゃあるんですけど、あれでね、まあ、特に6は多分エクストラなんで違うと思いますけど、4ぐらいあったのかなってなると、4で10枚以上入るのっていうことでね、まあもちろんね、バルブレイブでもカラクリでもね、そういうことはありますけど、まあ筋肉マンの深い深い闇を見ましたが、結局深い闇から帰ってきたんで、まあ推定、まあ最後に一応気持ち悪いんでね、設定だけ推測しておくと、まあもう4ってことにします。で設定3がないんで2456で、さすがにあれで56って言われたくないんで、4とも言われたくなく、なんだったら俺は1だって言いたいんですけど、まあ2以上が出ちゃってるし、かつ子役がね、せっかく数えた子役が言ってるんで、はい、まあ4ということにします。ということで、まあお店の方はね、まあバルブレイブちょっと伸びきってないかなぐらいで、ただまだ全然伸びてない台でも、ドライブ6-2ですっていう、だから本当に6回しか続いてないけども2回飛んでてっていうところで、可能性としては十分あるかなっていう。でもちろん伸びてるところは伸びて、まあ5000枚が今2台ぐらいと。で、あと傷物語は下手したら全まで見える。で、カバネリはちょこちょこ出てて、六角も出てるっていうことなんで、まあメイン機種、まあ北斗しかりね。全体で言えばブブブ傷が一番設定が高そう。結構朝常連の人と話したら、結構メインどころはベースが高いと。要は1なし運用が結構多いみたいな。まあそれも定かではないですけどね。はい。っていうところで、まあ結構、いい感じだったとは思います。ただね、またこれでじゃあもう一回打ちたいかって言われたらね、まあ、打つたびに筋肉マンはもういいよってなるんですけど、まあほんと3の矢ぐらいでね、今肉じゃねえ、ブブブカラクリダメなら肉かグランベルムかぐらいの、最近ハマってる台というかね、好きな台がそれなんで、ということで、まあまた次機会があったらね、ブブブ打ちたいですけど、いかんせん今日も5台あって、で5番までで埋まったってことなんで、まあ本当に激戦ですけれども、まあそれはどこのお店でも一緒なんでね、はい、頑張りたいと思います。ということで、いただきチャンネル収録スケジュールこんな感じでありますんで、ぜひ遊びに来てください。以上、お疲れ様でした。